さんこんにちは。 ACK のエマです。ユミシです。アカネです。お願いします。はい、今日の企画はみんなのおすすめヘアアレンジ参戦です。イエーイ。一人一つずつおすすめのヘアアレンジを紹介していきます。それではゴー。はい、まずは私のヘアアレンジから紹介していきたいと思います。ちょっと最近髪の毛を切っちゃったのでこんぐらいちょっと短いんですけど、短くてもできるヘアアレンジを紹介していきます。花火大会のこのじゃん、この写真の時のヘアアレンジが結構いろんな方にたくさん褒めていただけたので、こちらをしていきたいなと思います。一旦今は通常の内巻きにしたんですけど、この写真ぐらいの長い髪の毛だったら外巻きが可愛かったです。で、用意するものはピン2つと、ちょっとシンプルなのでこういう大きめのアクセサリーをあればめっちゃ可愛いと思います。じゃあまずはこの、もう本当に簡単なんでもう秒で終わるんですけど、上のちょっとこのぐらいを取って、この生え際が結構私こういう感じなんでちょっと緩く取って、太く取りすぎちゃったらピンが止まらないので、ちょっと半分ぐらいしたいと思います。こんぐらい、ちょっとぐらい取って、ねじねじってして、この手前で止めすぎちゃったらなんかちょっと幼い感じになるので、ちょっと後ろらへん、この辺ちょっと後ろの辺で浮かして、ちょっとピンでパッて止めます。でそうするとちょっとすっきりした、いつもよりはすっきりした感じになるので、こんな感じで髪の上部分をくるくるってして後ろで留めます。で、もう一方もしていきたいと思います。ここも取ってくるくるってしてピンでガスってギュッて留めます。前髪はちょっとだけ薄い方が可愛いかなと思うので、ちょっと薄くして、で耳にかけたら可愛いです。よりスッキリするので、でこんな感じで耳にかけます。これだけでもめっちゃ可愛いなと思うんですけど、アクセサリーをつけたらもっと可愛いのでつけてみたいと思います。こんな感じで完成です。もう本当にすぐくるっとしてピンで留めるだけなので、めっちゃ簡単でおすすめです。このちょっとポワンとしてるとこも可愛いなって思います。それでは次にゴー。次に私のヘアアレンジを紹介していこうと思います。私はハーフアップの方を紹介していきます。まずこんな感じでいつも通り巻いた髪の毛を用意します。今日はちょっと気分で波巻きをしてるんですけど、いつもは外巻きにすることが多いです。その時のポイントがこんな感じで、毛先をしっかりとくるんと巻くことです。そうすることによってハーフアップした時にお団子をするんですけど、その毛先がピョンって出ても可愛くなるように先に巻いとくことをおすすめします。それでは早速やっていこうと思います。私が使うのはゴムのみです。ゴムは2個から3個ぐらい使います。汚かったら3個使って、綺麗にできたら2個で終わるって感じです。髪の毛をこう取っていくんですけど、私なりのポイントは顔周りの毛は残して、この辺から取っていくのがすごくおすすめです。で、取る時もピーって取ったらな感じで、分け目が結構目立っちゃうんで、こうジグザグジグザグして取っていくのがおすすめです。な感じかな、ジグザグってやって取ったらこんな感じ
で、今からちょっと髪の量をいい感じに調節します。耳掛けしないでこんな感じ。毛量的にはいつもこれぐらい取ってます。で、次にここの分け目が気になるんで手をこうやってやってぐさっと一気に後ろにスライドさせます。こんな感じ。じゃあこんな感じでいい感じに分け目もなくなります。で、この時にくしを使っても全然いいんですけど、櫛使ったら結構なにピタッとしちゃうんで手でやるのがおすすめです。これを束ねていきます。束ねていって最後にこんな感じでくるっと団子を作ります。で、余った毛を、ここに余った毛を半分に割って、こうぐるぐるぐるっとしてから、よいしょ、あ、ふんわり、キツキツにしすぎず、ふんわり巻いていきます。さっき作ったお団子のところにふんわり巻いていって、ゴムで留めるんですけど、その時にポイントが長めの毛を残して1回目、こんな感じで結んで、その後にこの毛を中に入れ込んでから、よし、こんな感じで結びます。聞けたかな。で、そこからはもう調整って感じで、ちょっとずつ毛を引っ張り出していきます。こんな感じで、こうやってこんな感じだったらちょっと重たいんで、いつも髪の毛はこんな感じで、よいしょ、こんな感じで耳にかけてます。私ここに遅れ毛があるので内巻きにして、で、そのこの後にこんな感じで、今はいい感じに巻けてるんですけど、巻きが少なかったりしたら巻きを足して完成って感じです。お団子の作り方とかも、あの一つに一緒にまとめるやつとかも、このハーフアップのお団子した時と同じやり方でしてます。はい、それでは次のエマさんのヘアアレンジへGo! はい、それでは次私のヘアアレンジの紹介をしていこうと思います。私がよくやっているお団子ヘアを作っていこうと思います。で、まず使うのがじゃん、こちらのゴムです。これが3COINS でいつも買ってるゴムなんですけど、めっちゃいいです。こんなに大量入ってて、あとあんまり切れたりしないし、全然なくならないのでおすすめです。で、髪の毛は最初に、まず私はお団子するときは内巻きにしてます。で、この前の2列ぐらいを適当に外巻きで巻いてます。まず私は結構下の方でお団子を作ります。いつもどのくらいかな、ここら辺で。まずは普通にお団子にします。こういう感じで、その後にこうちょっと数秒毛束を取ってほぐす感じで、ふわっとした感じが私は好きなので、よくここでほぐします。この出てる髪の毛を巻きつけていきます。で、今までだったらこう全部巻きつけてゴムに
こうくるってやってたんですけど、最近は私流なんですけど、こんな感じで残してます。そしたらなんか残る毛が残るので、その残った感じが可愛いなと思って、最近はこういう感じでお団子を作ってます。でゴムで留めます。こんな感じでもう本当に 2,3 分ぐらいでお団子が作れます。あとはここのおくるげを内巻きに巻きます。あとはおくるげにオイルをつけます。めっちゃちょっとだけ。前から見てこのボリューム感とかを自分で調節します。私は結構タイトにすると丸顔が目立ってしまうので、結構出してふわふわにしちゃいます。はい、こんな感じでお団子ヘアが完成しました。これが最近よくやっているお団子の作り方です。ACK の TikTok とか個人の方でもお団子のやり方、他のやり方載せてるので、よかったら見てみてください。はい、3人の紹介が終わりました。イエーイ。皆さんも真似してみてください。それではこの動画がいいなと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録、無断転載お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。